あ、固いローストホームさん、やりましょう。お願いします。はい。あ、みんなさんなんですね。固いローストホームさん、お願いします。楽しんでいきましょう。お、山崎投手、俺初対戦かもしれないです。ラマスさん、設定見させていただきたいです。設定っていうのは、どういうことだろう。うん。ちょっと待ってくださいね。設定、リアタイの設定ですかね。お願いします。ちょっと後でちょっと俺ね、見せ方が分かんないんで。はい、ヒロトさん名人期待。いや、いけるでしょ、絶対に。タイちゃんさん、ジェイ、ありがとうございます。嬉しい。アンチューさん、いやいや、まだ終わりませんよ。今日はですね、はい、少し長めにやろうかなと思ってます。さあ、山崎、球速いな。山崎さん、ありがとうございます。たまごさん、こんばんは、ようこそ。山崎選手、初対戦。そうさん、初見やと握ってる。あ、嬉しい、ありがとうございます。下手くそなのに嬉しいです、ありがとうございます。さあ、テツト、ナイスボール。山崎選手の球種、割とあるな。山崎選手、もう球速いぞ。ちょっと追い込まれた。テッド、しっかり食らいついてくる。フォーク、よしよしよし、オッケー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 。ケンさん入れない、申し訳ないです。マイティさん、フォローありがとうございます。アベツさん、あ、ありがとうございました。打つコツはツーシームを張る。なるほど、ありがとうございます。アベツさん、強すぎですよ、本当。ありがとうございます。ゴンユーさん、フォローありがとうございます。さあ、ナイスボール、ナイスボール。さあ、ツーシームを張る。いつこつ。ここ、どうだ？うわー、ナイス守備。うまい。ナイス守備。これ、源ちゃんか。源田選手ですね。ナイス守備。ジャンツッツさんもごめんなさい。ね、時間が許す限り、もしよかったら、ぜひ楽しんでください。ぜひぜひ、ラマスさん、ルームですね、はい、順番にやってっておりますんで、はい、ここ、どうだ、落ちろ、落ちないかい、順番にね、もしルームが入れたらやりましょう。ヒロトさん、大谷打てるけど、噂がなんか打てる。あ、上沢選手ね、なんかリアタイ強いって言われてますね。うん。タイちゃんさん、源田欲しい。いや、いい選手っすよね、本当。さあ、黒田投手。はい。ヒロさんがですね、変化球の速さは V ロードと同じ。あ、そうなんですね。まっすぐの、さあ、結構、まっすぐの速さだけは違う。はあ、はあ、はあ。本当にですか？ そこを意識してみると5割、6割打てるようになるかと。わあ、チェリーさんがアドバイスいただいております。ありがとうございます。よしよしよし。第3、2時前から待てます。 待てます。ありがとうございますね。ラマスさん、ありがとうございます。嬉しい。アンチョさん、全然いいですよ、全然いいですよ。もう 見ての通りですね、レオジャパンもヒット2本ぐらいしか打ててないんで、はい、全然楽しんでやりましょう。たまごさん、今日はですね、12時過ぎぐらいまでやろうかな、ちょっと伸ばしていこうかなと思ってます。はい。 ね、皆さんがぜひ、皆さんとぜひやりたいので、はい、視聴者がゼロになるまで、はい、できる限りやろうかなと思います。リロードで打てるってことは、乱戦の変化球もほとんど反応できるんですよ。あとはまっすぐをかぶってもいいから、思い切り。チュリさんのアドバイスがすごい的確。わかりました、ありがとうございます。 OK、 そうしていこう。ここだ。うわー、もうそれの釣り玉ね。なるほど、もう空振ってもいいので、はい、思いっきり振っていきましょう。
ゆうきさん、ごめんなさい。申し訳ないです。なのでね、皆さん、ルーム線張ってください。全然ね、交流していきましょう。この中でね。はい。さあ、フォースラの人？フォースラの人だ。ちょっと、うん。さあ、先制点行きたいぞ。よく見た。うん。ああやってこう、なるほど、変化球に合わせて落としていく。ここだ、どうだ、うわー、さあ、うん、皆さんね、あのルーム張ってください。そして交流していきましょう、みんなで。うわー、ナイスボール、うまい、うまい、ナイスボールです。うん、なるほど、チュリさんすごい、思い込みがですね。なるほど、それなんかすごい、チュリさんなんか本当先生みたい、すごい分かりやすく説明してくれてます。皆さんよかったですね、チュリさんのアドバイスちょっと俺も参考にさせてもらおう。ありがとうございます、チュリさん。よしよしよし、ああ、ヨさん、ありがとうございます。ルーム張ってくれてありがとうございます。チャタロウさん、本当そうなんですよね、ライオンさんね、ずっと貼ってくれて、本当に優しい、なんかね、レオンゲームのね、本当に見に来てくれてる人たち、みんな優しいんですよ、本当に。だからね、本当、俺、楽しくいつもライブさせてもらっております、ありがとうございます。ソウさん、好きな選手はですね、西武ライオンズの中村拓也選手です。はい、ダンスおかわりくん、大好きなんですよ、あの人のフォロースローが。 OK、 OK、 ナイス。さあ、タイブレイクいきましょう。うん、玉野さん、この後ルーム番号貼りますんで、よかったら。お、タイちゃんさんがですね、ルーム貼ってくれております。交流していきましょう。さあ、岡本、先制点で行こう。さあ、先ほどチュリさんから教えてもらった、うん、ちゃんとね、よく見て、ここ、うわー、打ち上げた。あ、これはファウルだろ。そうそうそう、うん、V ロードと同じ感じでね。はい、ここだ。うん、これは、うん、はい、4つの送りバントです。これはですね、送りバントって言います。無理くり、無理くり送りバントです。はい、さあ、はい、まず勇気か、えぐいの来たなぁ、松井勇気、これはえぐいぞ。さあ、それがいいんだな。よく見た、よく見た。はい、さあ、ちゃんと惑わされないようにね。ここ、うわ、そうだ、あそこね。うん、チュリさん、はい、だから猛者の人も速球だけで意識するってよく言ってるんですよね。他は V ロードと同じだから、うわー、なるほど、素晴らしい。なんかね、本当に分かりやすいですよね。皆さん、チュリさんのアドバイス、ちょっとリアタイ苦手な方ってね、方は参考にしてみましょう、本当に。さあ、よしよし、プロが選手、プロが投手、おっと、送りバント、よしよしよし、ナイス、ナイス、阿部。いやー、でも機動力、機動力野球。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、ナイス、いい試合、いい投手戦。さあ、源田選手、速球だけ、速球だけじゃった、変えたもん。よし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 、オッケーオッケーオッケー、あー、ありがとうございました。さあ、どうだ、ポイントで、ポイントで、ありがとうございます。片色ソホームさん、ヒット1本が効きました、ありがとうございます。